はい、こんにちは。まあ共通することは下積みなんじゃないかなと思いますよね。で、下積みしてる時はこき使われてると思うんですよね。でも自分の勝負を始めた時に、例えば吉谷さんがいきなり鹿児島に行って商売始めました、いきなり売り上げ立ちました、そう今思えばずっとこき使われてたものが全部下積みとなっていたんですよ。じゃあなんでそれがね、下積みで辛い思いのまま終わってないかっていうと、自分の勝負を始めたからなんですよ。自分の勝負を始めたら、今までの過去で使えるものはないかっていうふうにリサーチしだすんで、あ、これも使える、あれも使える、これもそうだった、あれもそうだったっていうふうに拾っていけるんじゃないかなと思うんですよ。多分会社に使われてる限り同じことの繰り返しで、それこそ金も積み重なっていかないし、会社の信頼はついても自分個人の信頼とか知名度って上がっていかないんで、自分の勝負がずっとできないんですよね。でも吉田さんのように、ある時に自分の勝負を始めて後ろ盾は全くない状態になった時っていうのは、後ろ盾はないんだけども、今までの過去を全部フル総員するようになると思うんですよ。もちろんデメリットとか良くなかったこととかね、失敗したこととか面接で恥ずかしい思いしたこととかも全部使えるわけじゃないですか。そういうふうにするためには、まずね、組織を離れてみる、自分の看板を掲げてみる、名乗りを上げてみるっていうことじゃないかなと思うんですよ、ね、どこの組織の名前も どこのバイラルも使わないときに、自分ってものを勝負するときに、自分は何者なんだっていうふうな、自分が使ってきた過去をずっとね、なぞっていくんじゃないかなと思うんですよ。それが本当の勝負じゃないかなと思いますね。その時に初めて今までのいろんな経験が、あ、下積みだったんだ、宝物だったんだっていうふうに気づくんじゃないかなと思います。今思えば、あれほど揉めた会社員時代ね、部下に早く帰れないじゃないですかって言われたりとか、お前調べたんかっていうふうになんか言われたりとかね、なんだよ結局俺一人でやんのかよみたいなね。いや、まさにそれが今に繋がってる、すごいですね。全部が正解だったってことじゃないかなと思います。それこそ全部を正解にしてきたんじゃないかなっていうところですよね。まあこの考え方がない限りは、ずっとみんなの銀行みたいな美味しい案件が来ても、最初は飛びつくけども儲かんねえじゃんって終わるんじゃないですか。なんで儲からないの？だってみんなの銀行紹介する動画作ってないし、今日も何人かの人に会ったのに、100人中100人にみんなの銀行やってるって進めてないんでしょ。私は100人中100人行きますからね。 NHK が来たって、宗教が来たって、選挙の人が来たってね。で、この前参院選あったでしょ、公明党の方とかね、いろんな政党の方来ましたよ、全員に。あ、ところでみんなの銀行ってやってます、これこういうふうにやるんですよ、取れますよね、取れますよ。だってそれを応じてくれたらね、もしかしたら一票になるかもしれないと思ったら、うんうん、なるほどなるほどってやるじゃないですか。そういう機会を生かしていかないと、生かしていかないとね、もう人は過ぎ去ったらもうやってこないですからね。だったら目の前にいる人にどう働きかけて、その目の前の人にどうお金をくださいっていうかが全てだと思います。いってらっしゃい。